あとはトラッポラならできますけど。オールドメイドあたりにしておくか。はい。さすがに疲れましたね。そうだな。おはようございます。おはよう。おはよう。おはようございます、ソリノさん。どうしたんですか？バカンスでしばらくいないから、私が代わりにお願いってことで頼まれたんですが、今月の家賃を払ってほしいとのことです。ああ、なるほど。今、大丈夫ですか？ああ、ちょっと待ってな。はい。これでいいかな。はい、それじゃあちゃんとお預かりしました。なあ、
ソリノさんは今日も下でアルバイト？うん、大家さんがいない間もお願いって言われちゃって。大変じゃないですか。うん、大変。でもその分お金が入るしね。私小学生だからそんなにいらないんだけど、画材って高いのよ。画材っていうことは、ソリノさん絵を描くんですか？うん、あれ言ってなかったっけ？私美術の学校に通ってるし、いつかそっちの方面に進めたらなって。すごい。私そんな技術とか趣味とか全くなくて。それは全くフォローのしようがないな。ひどい。お邪魔します。Tさんには何か好きなことないんですか？その好きなことですか。はい。私いえ、そのなんでそんなにみんな好きになれるのかなって。私は基本的に受け身だし、そんなに熱中できることなかったんです。どうかな。最初はみんな無理やりにでも好きなことを作るんじゃないでしょうか。無理やり？私は何かが好きじゃなきゃいけないとか、そういった思い込みでまず自分で好きなものを作り出し、私はそれをしていくうちに本当に好きになっていくんだと思うんです。だんだんと好きになるですか？そう、少なくとも私がそうだった。まあもちろん例外もちゃんといると思いますが。ですか。最初からこれが自分がしたいことなんだなんてわかる人はあまりいないと思いますよ、きっと。それはソリノさんも？はい。絵がうまく描けないときはこれが本当にしたいことだったのかなとか時々考えちゃいます。でもやっぱり描いていくうちにそんなことも忘れちゃって、やっぱり自分はこれが好きなんだなって思うの。それの繰り返しかな。だから何でも最初はやってみることが大事なんです。そして続けること。そうだな。はい。 Tさんも今度一緒に絵でも描いてみましょうよ。はい、その時はよろしくお願いします。楽しみにしてるね。
忘れてたんですが、もう一つ用事が。ん？アランさん、ちょっと手伝ってもらえますか？何を？1階と2階の壁際にヒバリが巣を作っちゃって、それをどこか安全な場所に避難させてほしいんです。私じゃ届かなくて。今すぐに？あ、いつでもいいんですけど、早い方がいいかなって。ひばりさん、お店の中に入ってくると花めちゃめちゃにしちゃうんです。ああ、じゃあ下で待っててくれ。顔洗ってから行くよ。はい、ありがとうございます。この辺りかな。ありがとうございました、アランさん。じゃあ俺たちは部屋に戻るよ。はい、お疲れ様でした。今度何かお礼しますね。それじゃあまたね、ソリノさん。
何か飲みますか？水を一杯。はい。あれ？どうした？冷蔵庫が。冷蔵庫が開いたままです。はい、おそらくは。大丈夫なものだけ避けておいてくれ。はい、ごめんなさい。これから片付けるんなら別に謝らなくてもいい。それにお前はちょっと謝りすぎだ。はい、ごめんなさい。T、 ちょっと出かけてくる。昼前には戻る。あ、はい、行ってらっしゃいです。